いやー久保さんまさかアルパイン徐々廃止今回ですねままああその、まあ、カーナビの話を久保さんがしていただいたんですけどもカーナビって使います僕あの今全国移動してて何でやってるかっていうとスマホの Google マップなんですよで今 Google マップとか y a ヤフーマップとかあと ナビタイムかな、まあ、いろいろその地図アプリっていうのが出ててもうぶっちゃけナ,ナビってナビの今までの,その利点っていうのを超えてきてるんですアプ,あのアプリの方が。 ナビって今までなんかその2018年、2019年、2020年地図情報をデータ CD を入れないと更新できないみたいなもう超めんどくさいのがあったんですけど無料アプリで最新版の地図がリアルタイムで更新されてて渋滞情報もね僕 Google マップ使ってるんですけど渋滞情報も,もう赤く出るんですよだからナビもはやいらないしでナビで検索するときにこの1文字1文字打たないといけないじゃないですかでも なんだろうなスマホだともうなんかじゃあスマホの方が早いんですよそもそも検索するのもだからもう,うん,なんだろうなねカーナビっていうのは時代,時代の中の革命的なものだったけどそれが時代,にな時代に応じて変わってしまったとそれがもはや時あのいらないものに変わるっていうじゃこのテーマとして何が言えるかっていうと 本当に、えー、情報社会、情報社会、情報、まあ、タイトルちょっと考えますけど、要は情報しかね、時代に対応できないんですよ。情報って、なんだろうな、時代に応じていろんな伝え方ができるんですよ。でも、物を扱ってると、物がこれ、いらなくなったってなった場合、物も作っても売れないんですよ。でも、情報って形いくらでも変えられるんですよ。形。 要要は今必要な情報っていうのを届けられるんですよ例えば地震の情報でも今その地震の情報が必要だっていう人に情報を届けられるじゃないですかだからその,ひあの被災したとかあるとかねツイッターとかがすごく活躍したとかいうねいろいろありますけどうんなんかその情報しかまあ、情報化社会ですけども情報しか時代のこの早い時代の変化の中で、えー ついていけないんじゃないかなと思いますしだからそれをどう捉えるのかですよねうん。それでも物を扱いますかってでこれねまあ、一つ僕事例をまたさい最後これね岩久保さんの動画う真っ暗になっちゃったんですけど一つ事例をお話しするとよく情報ビジネスがあー人から見てなんか あんまり良くないっていうことで情報ビジネスで稼いだ人がどんどんそのをを扱うもの,の商売を始めるんですよだけど結局多くの人たちっていうのがそのあらりが少ないからどんどん結局また戻ってくるっていうのを何人も見てきたんですね。で僕はあのそういう人たちを何人も見てきて思うことが情報ビジネスこそ最強のビジネスはないし他人から何を言われようと僕は情報ビジネスしかやらないっていう。 で以前そのお客さんから吉谷さんはリアル事業やらないんですかっていう質問をいただいたんですけど僕はまあリアル事業をやらないという戦略があるんでやらないですねうんだからもう情報ビジネスしかやらないですよでだって情報しか時代に対応できないですもんだからナビがいい事例ですね 波ができた時って多くの人たちが革命的だすげえってなったわけじゃない昔こんなちっちゃい地図をねうちの父ちゃんもこう地図見てましたけどこので買ってきてね地図見てこ,うこんな線引いてねやってましたけどねナビ1本でどこでも好きなとこにこう案内してくれるわけじゃないですか革命だーみたいな商品ですよだけど今じゃあその革命だった商品がですよ革命じゃなくてもはやゴミになってるわけですよいらなくなってるんですよね だからこの時代の変化にこれからどん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 本当にものっていうのはある一定のものしか残ってこないと思います、うん、だから本当に今求められてるものっていうと情報しかないかなと思います、ねうん、だから情報を扱うビジネスコンテンツビジネスをやるべきかなと僕は思いますし久保さんも、えー、借金返済できた理由もそのコンテンツビジネスをやった情報ビジネスをやったから、うん、今があるんですよ だから僕の黄金ゴールデンルール黄金ルールは情報ビジネスをやって、えー、元金ゼロから、えー、軍資金作ってでその軍資金、えー、種,銭にあ種銭を、えー、金融に回していくとこれが鉄板のゴールデンルールだと僕は思ってますこれしかないですで久保さんもこのやり取りでも言ってましたけどもしその金融のやつが解けたとしてもまたコンテンツビジネス久保さんできるし僕もできるんですよ だからここがベースとしてあれば怖いものないですよ。01いくらでも作れるんで、あらり100%で。だから、怖くないんですよ。ね、今僕借金ありますけれども、うん、その、毎月の返済ビビる時もありますよ。まあ、実際ビビってる時もあるんですけど、やべえみたいな。どうしよう。でもそれでもやりきってこれたのが、なんでやりきってこれたのかっていうと、コンテンツビジネスをずっと続けてきたから。もし僕が、 コンテンツビジネス情報ビジネスをダメだと思って違う路線に行ってて粗利が少ないビジネスやってたら今はもうないです僕借金払えないですよ借金払える理由は、うん、コンテンツビジネスに一点集中してきたから、うん、だけですね、うん、だから本当に他人の評価なんかどうでもよくて、うん、だから逆に言うとね僕は今今 YouTube の人も例えばえっ、ー、となんだ バンコク、マナブさんか。マナブさんとか YouTube 広告をガンガン回して結構出てきたんですけど、結構その有名なブロガー、まあ、あとはブロガーで言うならば、ヒロトさんヒロトさんだな、うん。なんかまあいるじゃないですか。そ名前度忘れしましたけど。うん。なんかそういう人は YouTube に出てきてるわけですよ。だから本物の人が本物の情報コンテンツ、コンテンツビジネス始めてるんですよ、もう。オンラインサロンもやってるし。 コンンテンツ売ってるしだから、まなぶさんの動画の中でも、いや、コンテンツ売ろうみたいなね、お金持ちになるためにコンテンツ売るしかねえなみたいなっていう話もあったんですけど、だからそういう本物も出てきてるんで、おそらくなんですけど、10年後、多分今、偽物がたくさんいるんですけど、本物がたくさん出てきたんで、おそらくなんですけど、偽物は淘汰される。だって、今までは本物が出てこなかったんですよ。ででも今本物が出ているんでその さすがにわかりますよ、ねまあそれでも騙される人はいると思うんですけどただ本物がもうガンガン出てきてまあまあ本当のこと言ってるんでだからもうそっちにそっちに行くんですよだからこれからっていうのは本当に戦国時代で本物しか生き残れないって僕は思いますしだから本物であり続ければ勝てる、うん、じゃあ本物であり続けるって何かっていうと続けることなんですよ 僕ね学さんをリスペクトしてるのは例えば「1000記事毎日書きました」とかね「うん、<laughs> なんか学さんのツイートでこんなツイートがあるんですけど面白いんですけどあのブログでどうやったら稼げますか?」っていう質問に対して「いや300記事ぐらい書けば稼げますよ」って言うとわみんなが笑うみたいなでも僕は300記事書いてようやく5万から10万でしたと「絶望です」みたいな絶望だけど えー、600記事とかなんかぐらい書いてようやく稼げるようになってきて、えー、光が見えてくるみたいなツイートをしてたんですけどわかります ?300 記事とりあえず書きましょうって言ったらみんな笑うらしいんですよどうやったら稼げますかブ、ま、さんサイトアフレートでとりあえず300記事ぐらい書きましょうみたいな僕もそれぐらい300しかもそれぐらい書いても僕5万から10万でしたよみたいなそれでもだから300記事ぐらい書きましょうみたいなそうするとみんな笑うらしいんですよ だ僕と久保さんのメッセージも一緒ですね。いやいや、いや100本200本ぐらいやりようよっていう。てか1万本ぐらいやれよって話で。だからこういう当たり前のことをね、当たり前にマジでその言う人が増えてきたんで、多分お客さんバカじゃないですから、あの気づきますよね。あ、本当にやらないといけないんだっていう。<laughs> ね、ワンクリックで稼げるとかね。もうもはやもうダメなんだっていう。まあ今度出しますけどね、鷲津ロボ。 まあそれはまあいつで出すかわかんないですけどそれも動画撮ってきますけどね、うん、だから本当にワンクリックで稼ぐっていう情報すら本物しか残らないんじゃないかなっていう本物だから僕もいろいろツールこの業界でいろんなツールが販売されてきた裏事情を知ってるんで分かりますけど今回僕たちが開発…僕たちって言ったらごあの、ね、その開発した人にあれですけどもあ開発したのはやばいですからうん あれはマジかみってます、ね、だからこれを世に出せるっていうのは、うん、まあまだベータ版なんであれなんですけどまあ検証してからどんどん検証して時間が経たないと無理ですけどね。うん、だからそのなんかそのワンクリックで稼げるっていう情報すら本物じゃなければもう受け入れられなくなると僕は思ってるんでどんな情報でもやっぱ本物じゃ本物って何かっていうとちゃんとやってるかどうかちゃんと結果が出てるかどうかっていうところですよ。 うん、ただそれだけだと思いますけどね、うん。あとは続けてるのっていう,そう。売り逃げしてないのっていう。僕、売り逃げする気持ち1ミリもないですから、1ミリすらないですよで、逆に言うと、買った人が逃げてくっていう。え、どういうことみたいな。ね、久保さん。速っかに入った人がやらないみたい。などういうことですかみたいなお。俺やってるけどみたいな <laughs> 話じゃないですか。なんかこれ、やるやる詐欺ですよね。マジで。やるやる詐欺。<laughs> 振り込む詐欺もあるんですけどね。 さん振り込みますみたいな振り込みます振り込まれねえなみたいな振り込む詐欺もあるしね振り込め詐欺じゃなくて振り込む詐欺って振り,振り込みますって振り込まなかったりとかやりますってってやらないとかねやらない詐欺ですねやらない詐欺多いですけどそ僕たちはあのやってきますしうんはいということで久保さんから送っていただいた動画この後映しますのでよかったらどうぞ 万長者合宿をはじめロバート清崎シリーズそして金持ち父さん貧乏党さんの動画をご覧の皆様ここ20回から30回ずっと私がお伝えしてきていることのテーマに自分の業界を作る自分のマーケットを作る自分のメディアを作るということがあったと思うんですけどもやっぱりこのね俺業界ってもので、えー、もう覇者になるってことなんだと思うんですよ。 誰かが作った業界に参入するのも一つ手なんですけどもそうなると過当競争っていうのは避けられないんですよね、まあ、ですんで自分だけの業界を作る自分だけのメディアを作るってことをおすすめするわけなんですよ確かに自分だけのメディア自分だけの業界に集まるファンはそんなに多くないと思いますただこれはロングテールというね理論なんですけどもちっちゃいマーケットにはやっぱりそれなりのファンがついてくるんですよなぜならそういうファンの方っていうのもう他に行くところがなくて困ってるわけなんですよね例えばね ちょっと変わった例になるかもしれませんけども、えー、私にはですね性転換をした友人が何人かいるんですよね男性から女性になってしまった方なんですよその方の恋愛っていうのは女性から男性になった方の関わりをいかに持つかってことに執着してるんですよね まあ当然ですよね、やっぱりこう、恋愛の対象とか、気持ちっていうのが、少数派なわけですから、マイノリティなわけですから。で、その時に私はインターネットってのをお勧めしたんですけども、インターネットにも、やっぱりそういう場所っていうのは結構あるんですけども、インターネットをほとんど使わないその方も、結構ね、どういうところに、発展場とか言うらしいんですけども、あの、行けば何があるかっていうのはご存知なんですよね。 でインターネットでさらにそれが世界に広がったということなんですけどもこれこそがまさにまあ俺業界というのかなまあ限られた業界言ってみれば俺たち業界私たち業界ってものかなと思うんですよ多くの,そのグローバルな大きなマスメディアではないんですけどもこのマイメディアといいますかねちっちゃいメディアっていうものにえまあ統制された一つの組織があるんではないかなマーケットがあるんではないかなと思いますそこにはですねやっぱり濃いファンが集まってるわけなんですよ でその集まりを壊したくないのでモラルができて実質規制ができて発信の仕方を気をつけてみたいなのがものすごくね繊細に作られていたりとか法的な準拠とかそれからムーブメントを起こすための手法とかっていうものが生まれてくるんですよね、まあ、ある意味あの圧倒的多数の市場でなんとなく行われていることよりもかなり誠実でですね細かくやられているわけなんですよ、まあ、そうななると究極はあの大きな 組織にまみれるよりもなるべく個人に近い形がやっぱりいいのかなと思います私の成功の条件にも4つのうちの3つ目っていうのは組織に関わらないことってのがあるんですよ組織の中の一員になってしまえば自分の意にそぐわないこともやらなければならないこの組織の社長ですらね従業員さんのことを考えたりとか売上のことを考えれば自分の意にそぐわないことをやるっていう場面が出てくるんですよ社長でもそうなんですよ 1> で1社員なんて言ったらもっとですよね。そういう形でこれからの時代、昔はしょうがなかった。昔は集団で物事をするしかなかったんですよ。そういう時代がありました。でも、きちんと物が溢れるような時代になってくると、今度はですね、一人でできることが多くなってきて、みんなでやることっていうのは減ってきたんですよ。ねあのー、カーナビの会社で、アルパインっていうところとかね、えー、JVC、ビクター、ケンウッドとか、こういうところがありますけども、あまあ、ケンウッドはまだなんですけども、 カーナビの大手4社って次々と上場廃止してるんですよ要するに母体が大きくなりすぎたことに対して事業の需要っていうのは減ったわけなんですよね で、これから需要の需要が増えるものって言ったのは情報発信なんですよ。で、情報発信してる人が少ない。しかも情報発信っていうのはたった一人でできる。だから、自分だけのメディアを作って、自分なりの独特の視点で、世の中のあらゆるものを解釈する発信をすればどうかなと思いますよね。で、えー、最後になりますけども、私がね、吉谷さんを強く信頼するのは、やっぱり凡事徹底力っていうことかなと思いますし、うーんとね、 言ってみればネットビジネスの歴史ってイコール吉谷さんとのこの関わりを続けてきた歴史でもあるんですよなかなかこれが面白いですね私はネットビジネスってものを始めた時から今この瞬間まで吉谷さんとのこのリレーがあるんですよねやり取りが言ってみれば最初からありましたねいっぱいメールを送っていっぱい問い合わせをして答えてもらうみたいなのがいまだに続いてるって感じですよねでこれは多分 <laughs> やめろと言われてもやめることがないと思います テーマを変え品を変変ええ品いいろんんなこととででやっていくと思うんですよしかもこれは例えば今度は2034フェスっていうのありますけども両者が同調したものしかやらないのと多分吉谷さんならこれ響くだろうなと思って持ちかけたところがあったらまさにその通りだったっていうところで、えー、やっぱり見る目が確かだなというところなんですよね。で私の見る目が確かっていうのは俺業界から俺たち業界を作る人は誰だっていうパートナーを選ぶ目のことなんですよ。うん、で同じ方向に向にかってそれ以外の お互いに関心のないことはお互いに誘わないし感情しないってところもなかなかね、えー、面白いところかなと思います。えー、ロバート協キシリーズ、お金持ち父さん、貧乏父さんをご覧の皆さんも、そういったパートナーを探してみるっていうのも、まあ、お金持ちになるためのね、家庭の一部として必要なんではないかなと思います。えー、本日は以上です。